ドジャース後、スリーブルワーズ、6日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者、で出場し、1点リードの8回の打席で4試合ぶり28号ソロを放った。飛距離131メートル、前日の誕生日で30歳を迎えて初の本塁打。6回の打席では3 0 16打席ぶりの安打となる3塁打を記録した。 直近18戦11発でリーグ2位のオズナ、ブレーブスとの差を5に広げ、キングを独走している。この日の大谷は1点を追う初回の打席で死休。2球連続ボールの後、3球連続ファウルで追い込まれたが、フルカウントに持ち込んで1塁へ歩いた。2番スミスが逆方向へ15号ツーランを放ってあっさり逆転に成功した。2回2市の打席は死休。 ワンバウンドになった投球が左足に当たり、苦問の表情を見せたが、スミスの2球目に2戦ぶり18盗塁目となる2投を成功させた。1点リードの4回一し12塁の後期は2度の空振りなどでフルカウントとし、7球目の外角156キロを見送って1塁へ歩いた。依然として1点差の6回2死の打席は宇宙間フェンス直撃の3塁だ。 深い打球に快速を飛ばし、16打席ぶり、30歳初安打を記録した。30歳の誕生日だった前日は2試合連続となる3三振を含む5打数ノーヒット。チームはホシュスミスの驚愕の3本塁打などで逆転勝ちしたが、大谷は自己ワーストの6打席連続三振、今季ワーストの12打席連続無安打、1四球含む、お喫し、悔しさの残る試合となった。 直近7試合は打率、207、29打数6安打、2本塁打、3打点。33打席で15三振を喫し、打撃は加工気味だった。試合前の監督会見でも大谷の打撃が話題になった。ロバーツ監督は、低めを追いかけている、と、三振増加の原因を指摘。本人とは話し合っていないことを明かしながら、 彼は自分が低めのボール球を積極的に振りすぎていることを分かっている。自分がやっていることに気づいていると思う。気持ちをリセットしてストライクの見極めができるようになると思う。と、プチスランプ、脱出に自信を見せていた。チームはブルワーズに連勝。価値ある大谷のダメ押し団だった。